2004年ウクライナ大統領選挙は2004年にウクライナで投開票が行われた大統領を選出する選挙である。レオニード・クチマ大統領の人気満了に伴い行われた。当初、決選投票により与党、ビクトル・ヤヌコービチ首相が当選とされた。しかし、野党、我がウクライナの指導者、ビクトル・ユシチェンコ元首相の陣営はこれに反発。 与党陣営が不正を行ったとして勝利宣言。以後、野党支持者によるデモや政府施設への包囲が続き、同国内は混乱状態に陥った。親欧米感情が強い西部が野党支持で、親の感情の強い東部が与党支持。一時は分裂の危機さえあった。同年12月26日に実施された再決戦投票でユシチェンコ元首相の当選が、 確実になる。翌2005年1月23日にユシチェンコ、元首相は最高会議で宣誓し大統領に正式に就任した。クチマ大統領の人気満了に伴う、ウクライナ大統領選挙の決選投票は2004年11月21日、全土で行われた。与党のオスオヤロシア派のヤヌコービッチ首相と、オヤオベイ派の野党指導者。 ユシチェンコ元首相の一騎打ちという形になった。歴史的にオーストリア・ポーランド・ルーマニアと密接な関係にあり、西欧への帰属意識が強い首都キエフを含む中部、ウクライナやハルイチナを含む西部はユシチェンコ元首相を支持し、ロシア系住民の多い東部、南部はヤヌコービッチ首相支持で結集しており、支持基盤は国内を二分していると言われる。そのため、この選挙は、 東か西かの選択を問う形になると言われており、欧州連合とロシアの狭間で揺れ動くウクライナの震度を左右するとも評される。2004年10月31日の第1回投票では、ユシチェンコが首位に立つが、わずか15万票差であった。ユシチェンコは11月22日夜、決選投票において、全国で1万千件の不正が行われ、 第一回投票の5倍に膨らんだと政権側の選挙違反を急断した。23日にはウクライナは内戦に直面していると発言。女性野党指導者のユーリア・ティモシェンコも23日の緊急議会で民衆の声が無視されれば道路や空港を封鎖し大統領府に押しかけると実力行使に訴える姿勢を強調していた。23日までにキエフ市 リビウ氏、リバーノ・フランキー・ウシク氏など西部6市がユシチェンコを大統領と宣言するなど選挙結果を拒否する決議を採択し、政権側と対決。これに対して、ウクライナ内務省などは22日夜、不法行為を早急に終わらせる用意があると警告したが、キエフ警察当局は23日、野党支持者のデモへの介入を拒否した。 選挙監視団を送り込んでいる欧州連合は選挙のやり直しを求め、米国のエレリ国務省副報道官も深刻な欠陥があるとし、大規模な不正が確認されれば制裁措置を含む対策を検討するとしさ。しかし、ロシアのプーチン大統領は22日ヤヌコービチ首相に電話で選挙の勝利を祝福。ヤヌコービチ首相が当選確実となったことに反発する。 ユシチェンコ元首相は、キエフの議会で一方的に大統領就任を宣誓。24日には、臨時政府となる、ご県調整会議を発足させると発表した。支持者らが議会に乱入し、建物を実力選挙して、政権側に選挙結果の見直しを迫る構えを見せている。与党を支持するロシアに対し、欧米は大規模な不正があったとしている。プーチン政権は、 世論操作、資金提供など、あらゆる手を尽くして、ヤヌコービッチ首相を応援しているとされる。アメリカのパウエル国務長官は24日の記者会見で、選挙が国際基準を満たしていないため、選挙結果は正当とは言えないとし、経済制裁も辞さない構えを見せていた。12月26日に実施された再決戦投票でユシチェンコ元首相の当選が確実になった。 ヤヌコービチ陣営は、ユシチェンコ陣営に不正があったとして最高裁に提訴したが、再び野党による政府施設の封鎖が起こり、30日には提訴が却下された。翌2005年1月23日にユシチェンコ元首相は正式に大統領に就任し、この争いは一応の決着を見せた。ありがとうございます。